はい、どうも、しぶっちファミリーチャンネルのしぶっちです。おっかーです。本日も業務スーパーに買い物へ行ってきました。はい、行ってきました。まず最初の商品は、卵。卵。先週40個買いましたが、うん、全然足りません。足りなかった。2回追加で買いに行っちゃったわ。ね、今回は50個。うん。ね、これでも足りるかどうか怪しいところではありますが、うん、50個本日購入してきました、うん、ね、積み上がっております。卵タワー。続いてですね、うん、じゃん、フライドポケット、ポテト、ポケットね、本日の晩ご飯です。たまちゃんが嬉しそうな顔してこっち見たな、うん。フライドポケコ買ってきております。こちらね、今日の晩ご飯の一つ、ね、こちらチキンナゲット、うん、これも今日の晩ご飯です。うん、二つも晩ご飯、いや一つにしたいけどな。晩ご飯は一つだね、うん、であとはまあ他、うん、そうそう、急遽ね、うん、何かしらでお弁当とか、なんか朝ご飯に食いたいって言われた時とかに、うん、やっと今日の晩ご飯ね、うん、コカコーラね、これで晩ご飯何をするかというと、ハンバーガーを買ってきます。そうだね、ね、ハンバーガー以外にね、ポケコとかね、ナゲットとかね、ドリンクとかね、セットにしてしまうと、うん、チョコ非常に高くなってしまうので、うん、そうだね、うん、ポケコ、ナゲット、ドリンクはスーパーで買ってきます。買ってきます ね、メインのハンバーガーだけマクドナルドへ買いに行きましょう。買いに行きましょう。続いてお肉ですね、うん、はい、若鶏もも肉、うん、100g 88円、うん、まあ定番の価格ですね、うん、あ、これヒコパックでよかったの、うん、なんか、うん、あのね、うん、まあ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 、まあ、あ、うん、大丈夫かな、わかんない、わかんないけど、わかんないけどね、本当は5枚ぐらいがいいんだけどね、うん。続いて、合いびきミンチ。うん。ね。100g 108円。うん。これが2パックでーす。ね。まあ、だいたい2キロ弱かな。2キロか。うん。本当はもうちょっと欲しかったんだけどね。2キロないぐらい。こんだけしか売ってなかった。うん。あ、そうかね。牛と豚の合いびきはこれで売り切れますか。うん。これ何作るの？わかんない。わかんない。ハンバーグになるかな、多分。でもちょっと足りない気もするんだけどな、うん。ハンバーグするにはちょっと足りないかもね。うん、なんかもう一品いるかなっていう感じだね。次、豚肉。うん。これはね、細切れなんですけど、100g 75円と、なかなかの安さで買えました。うん。なので、不活です。うん。ねえ、これは良かったね。うん。最初行ったらね、チラシ、あのポップだけ貼ってあって並んでなかったんだけど、うん、ちょうど品出しの方がね、うん、出してくれたので、うん、さささっとゲッチュしてきました。ゲッチュしてきました。これ良かったです。うん、うん、はい、あと定番のハム、スライスハムです。ウインナー、うん、これ初めて買うウインナー、うん、でも丸大さんだから大丈夫、うん、ね、丸大さんだから大丈夫大丈夫、ね、信じてる、うん、おかしなここはない、ないはず。次はね、冷凍食品なんですが、うん、こちらジーパイ、うん、台湾風フライドチキン、うん、かっこ骨がし、うん、初めて買います。そう、ちょっと気になって、ね、うん、カリッとした衣、うん、香辛料を効かせたスパイシーな味わい。スパイシーなんだ、まあフライドチキン、まあちょっと辛めがもう、うん、辛めも多いからね、うん、うん、ちょっと楽しみ、うん、ね、これ食べてみたいと思います、うん、美味しかったらいいね、うん、あとはいつも買ってる商品でね、うん、
さつまいも、うん、うん、これ美味しいです、うん、何でも使えます。うん、まあ、ベーコンにそのまま入ってたりします。そのままじゃないよあれは。そのままじゃないよ、ボンガケンのあれは。ちゃんとバターで温めてるんだよ。ああ、ありがとうございます。バターとちょっとお砂糖かかってたりするんだよ。あ、砂糖足してるんだ。そう、ちょっと甘くしたりしてる。あ、かけてない時もあるけど、バター、大体バターでチンしてます。あ、じゃあそのままの甘さじゃない時もあるんかね。うん、はあ、なるほど。じゃあ今後、うん、あの調理の動画も上げてもらって。いやいや、何もないよ。バター乗っけてお砂糖乗っけてチンってするだけだよ、うん、それだけで美味しいってやるんだよ。やだ。証拠で洗います。いや、嘘だ。嘘だ。はい、水餃子、はい、豚肉水餃子、うん、これはもう何回も買ってる、ね、美味しいです。湯がいてポン酢で美味しい、うん。次が白身魚がフライ、うん、ちっちゃめだから、ね、ほんとお弁当用、はい、お弁当用、うん、お弁当に入れれます、うん、最近イカが続いてたからね。そうそう、ちょっと白身魚、うん、今回は白身魚で。あと冷凍食品ではないんですけど、うん、じゃん、ビビン麺、うん、2つ、うん、これね、こないだ買ったやつママが食べて美味しかった、うん、美味しかったっていうことなんで、うん、2つ買ってます。うん、甘辛って感じだったよ、うん、うん、ね、お昼ご飯でね、うん、これ1食入りなんでちょうどいい。そうそう、うん、お家で1人で食べるのにちょうどいいです。うん、続いてお野菜です。うん、この今日はね、じゃん、玉ねぎ、100g25 円、ちょっと下がった。下がった。この間35円だったんじゃない。35円だったからなんかすごい高かったイメージ、ね、そう、重さがねあるから 100g10 円かわるだけで結構価格が変わる、うん、多分前回ね600円か700円ぐらいそうだった気がするわ。うん、それが526円になりました。うん、ね、助かります。続いてキャベツ、キャベツ、キャベツね、うん、まあ、ちょっと大きめのやつで、うん、これが150円かな。158円、158円、うん、うん、なんかそんぐらい、ね、150円台でした。そうそう、100円ではなかったけど、なかったね。まあちょっと大きいからしゃあないかなっていう、うん、ね、そんな感じです。人参、うん、人参3本、うん、今日は歌わないよ。うん、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 人参です。人参ですね。あと刻みネギ、うん、ネギです。ネギね、ね、もうお味噌汁これ入れるだけで違う、うん、違う、ね、まあ、あと何でも入れるよね。何でも入れるだけ。ネギあるとなんかだいぶ違うよね。なんかちょっといい感じになるよね。いい感じになる、うん、ね、はい。次はね、朝食のパン、パン、パン、パンパパン、そう、パンパパン、パン、パンが3つで、パンパパン、はい、はい、パン3つ、3日分、ね、3日分。食べなきゃ余るけど、まあ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 、でもおやつに食べることもあるから、ああ、そっか、うん、そうなんだね、うん、そうなんだ。で、パンのお供、お供、マーガリン、うん、ラーマね、これがないとパンが食べれません。そうだね。で、続いて牛乳、牛乳、牛乳もう一個あります、うん、今日何で2個買ったの。そろそろやっぱりアイスコーヒー飲むから。ああ、そうか、そうそう、アイスコーヒー用の牛乳でーす、うん、はい、お砂糖、うん、なんかお砂糖値上がりしてきてんのかな。してるね。ねえ、お砂糖もちょっと上がって10円上がってたかな、うん、これ1キロで178円かな、うん、うん、いつもは業務スーパーだと168円で売ってたんだけど、うん、ね、178円でもなんか今月のご奉仕品みたいに貼ってるかもね。あれはいつも貼ってるかも。あれはいつも貼ってるのか。年間通してもご奉仕品です。晩ご飯忘れてた。え？もう一個晩ご飯あります。ああ。油。油、確かに。
ないとあげれんわ。ね、これないとあげれませんよ。あげれないわ、ね、確かに。油毎週買ってね。まだまだ残ってるんだよ。まだ残ってはいるけど、うん、なんか中途半端な時に足りないかなと思って、うんうん、ね、そうそう、油になります。うん、あとね、最後の商品、お米。うん、おけんとそがち。うん、宮崎県産のおけんとそがちです。そう、味の説明が一つも書かれてなかったね。これだけ。お日様の光をいっぱい浴びてのびのびと育ちました。このキャッチコピー、味については一切触れておりません。そうね、のにあえて選ぶんだね。、うん、まあ一番安いの選んでるだけなんでね。いや、他にも同じ値段で味のこと書いてるのあったんだよ。うん、結構これ以外ほとんど残ってなかったよ。これ山盛り残ってたもん。そう、不安。やっぱみんな味のこと書いてないから買いづらいんだよ、きっと。あー、味について何も参考になる部分がないからね。そう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 。結構お日様の光をいっぱい浴びてるから大丈夫だよ。どんな理由。まあ他の米も絶対浴びてるけど。浴びてるね。日本でお日様の光を浴びてない米はほぼないよ。ないね。うん、それこそ高いよ。栽培難しいわ。おう、高いわ。はい、うん、じゃあね、本日の、購入品は以上となります。はい、購入金額の方はドゥルーダン、じゃじゃーん、こちら。まあこんだけ買って1万円ちょっとならね、うん、お会計に優しい、お会計に優しい、うん、家計に優しい、ね、そうそう、家計に優しい、家計に優しいでお願いします。はい、こんだけ買ってね、1万円ちょっとだったらね、こけも家計に優しい業務スーパーさんとなっております。うん、うん、ねえ、子供たちいっぱい食べるからね。長男は小食。うん、長男はおじいちゃんだから。うん、長男はおじいちゃんだからね。さっさんおじいちゃんだから。うん、ね、娘と、しかも末っ子がたくさん食べます。うん、うん、じゃあこれからマクドナルド注文しに行きましょう。はい、動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。